この後、パネルディスカッションにですね、移らせていただきます。で、パネラーの方について、私から最後に、4名の皆さんをご紹介させていただきまして、パネルディスカッションに移らせていただきます。で、まず、北海道味噌醤油工業協同組合様でございます。主にアジアでの北海道味噌醤油の認知度向上を目指して、組合として海外ブランディング事業を開始されていらっしゃいます。味噌醤油、そしてそれらの加工品の輸出取り組みとして、飲食店イベントや現地インフルエンサーを活用したプロモーションを行うとともに、賞味期限延長、添加物対応等に取り組んでいらっしゃいます。事務局運営は、既存の組合事務局に輸出担当を配置され、展示会等のイベント参加、補助金申請等の手続きを請け負っていらっしゃいます。運営にあたっては、組合員の関係性、公平性を重視して、商談会では全員にメリットが生じるように、商品ラインナップやバイヤー集めを工夫。輸出戦略はですね、輸出に先進的に取り組む組合員の方のアドバイスも柔軟に取り入れて検討をされていらっしゃいます。木桶仕込み味噌輸出促進コンソーシアム様でございます。味噌の伝統製法である木桶仕込みを次世代に継承するとともに、有望市場の海外販路開拓、輸出拡大を進めるために設立をされた団体様でございます。伝統を重んじる EU 米国をターゲットに特徴ある製法や各商品の個性を現地のシェフやバイヤーに分かりやすく伝えてですね、現地料理での活用を推進していらっしゃる。同時に、木桶仕込みによる科学的エビデンスの発信だとか取得も行っていらっしゃいます。事務局としてはですね、団体支援経験を有する外部人材を登用して、中立的な立場からですね、団体内に4つある分科会のニーズを吸い上げて、資金配分、事業内容のバランスを考慮して、組織運営を行っていらっしゃいます。また、他団体とのコラボレーションにも意欲を持っていらっしゃいまして、商品開発、メニュー開発であるとか、バイヤーの共同招聘というのも取り入れていきたいというふうにおっしゃっております。続いて、石川県食品協会様でございます。県内食品業界のですね、振興発展を目的に発足されて、国内市場の縮小を見据えて海外展開に取り組んでいらっしゃいます。県と連携して、海外展開セミナー、展示会の出展支援、バイヤー招聘等の施策を行っておりまして、輸出額は10年前から5倍に増加をしております。事務局にはですね、県の OB が所属をして、各種手続きや県との連携に際して知見ネットワークを活用すると同時に、資金面では県等の補助金に加えて、年会費、あとはクラスター補助金も活用されて、取り組みを推進していらっしゃいます。で、現在はですね、能登半島地震の需要減というところから輸出の取り組みも強化をしていらっしゃいまして、インバウンドかける輸出の取り組みについても検討を進めていらっしゃる状況でございます。最後にプラン貿易様でございます。神戸に本社を構える日本食輸出専門商社で、アメリカ中心にですね、世界約30カ国に食品輸出を行っていらっしゃいます。日系だけでなく、非日系に対しても販路を持つのが強みで、現地での物産展、フェアの実施等のサポートも行って、付加価値をですね、海外に向けて発信をしていらっしゃいます。日本食情報発信メディアのうまみインサイダーではですね、EC サイトを併設し、商品のストーリーの発信から販売まで一気通貫で実施していらっしゃいます。加工食品クラスターの文脈ではですね、愛知県食品輸出研究会様であるとか、木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアム様などですね、様々な支援を行っていらっしゃいまして、特に企業の思い、地域の魅力などに紐づく商品ブランド作りをサポートしていらっしゃいます。はい。長くなりましたけれども、こちらの皆様にですね、この後パネルディスカッションにご参加をいただきますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、ここからちょっと時間もないですので、パネルディスカッションの中身に入らせていただければと思います。で、今、取り組みの概要は、柳田から申しましたが、それぞれもうちょっとこう、しみじみと語っていただいた方がいいかなと思うので、順番で恐縮ですが、北海道味噌醤油工業組合の県名様から、最近力を入れてらっしゃる取り組みでしたり、クラスター運営での課題感等があれば、少し補足といいますか、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。北海道味噌醤油組合県名と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちの活動は、3年前に農水省さんの補助事業で支援いただきながら、まず1年目に上海に中国の活動からスタートして、2年目に活動を、台湾とシンガポールと中国3つに増やしていって、今年度はさらにそこに現地にインバウンドが多く、富裕層が多くニセコ北海道を有してますので、そちらでの、認知度向上 PR を加えて4つの事業を進めているところです。
で、私たちの活動の中での、今おっしゃっている問題点としては、やはり今4社で活動しているんですが、その4社での活動で、企業の規模のばらつきとかがあったりする中で、皆さんで活動していくとき、どうしても大きい組合員、企業の方がアイテムとかもいろいろ持っていたりするところで、有利に働きがちになっていくというところを、いかにして皆さんに満足いただけるような事業にしていくかっていうところに、すごく苦慮しながら進めているっていう状況です。で、現状そこがなかなか解決しないで、成果がちょっと少なめの組合員さんがいたりするので、その方をどうやって後押ししていくかっていうのが、課題になってます。ケムさん、ありがとうございます。今のおっしゃったことにも関わるのかもしれないですけど、中国向けがね、最初始まって力を入れてらっしゃるっていう中で、そこやっぱり大手の方が中国なのか、それともみんなの総意としてやっぱり中国マーケットを中心にっていうのが取り組みしてられるんですかね。一番最初中国をターゲットにしたのが2018年にちょっと他の省庁さんの支援をいただきながら活動を開始して、その時中国まだまだ勢いがある時期だったということで、皆さん、その勢いがあるけれど、いろいろ難しいぞという規制とか、そういう障壁が高いということで、情報を集めながら進んでいこうっていう流れで、まず中国から取っかかったっていうことがあったんですね。その際に、やっぱり、中国で、仕事を進めていく中で、いろんな課題とか、あと、時流の変化で、現状、ちょっと厳しい状況にはなってきているっていうのもあって、他の国に、ちょっと広めながら、進めてきたっていう流れになっています。ということですね、ありがとうございます。はい。あと、そのニセコのインバウンドも私もすごく関心があるというか、今日ご一緒している石川の方もそうですし、木桶の多分みそさんも、やっぱりこう、輸出をもちろん頑張っていくっていうのもあるんですが、インバウンドと連動させて、外需の獲得っていうのができると、すごくいいなと思ってるんですが、ニセコは、ケムさん、どんな取り組みをされていらっしゃる感じなんですかね。ニセコはですね、もう今年に関しては本当にテスト開催の位置づけなんです。どんな風に広げていけるのかっていうのがもう全くわからない中で、まずとりあえず北海道味噌醤油っていうのを産地としてこういうのを作っているんだよ、いろんな組合員がいるよっていうのをご紹介する機会として、ちょっと味テイスティングしていただきながら、イベントをまず小さく行った上で、反応を見ながら、トライアンドエラーっていう感じで、問題点を今回炙り出して、次年度さらにちょっと発展させていきたいなっていうふうに考えてます。すぐになんか輸出につなげるというよりは、まずはそのメーカー様のご紹介だったり、試食をしてもらって、お土産であわよくば買って帰ってもらうみたいな、もうそんな本当感にじです今ね。回は認知度向上に絞ってですいいとね、ころどういうふうにつながっていけるかっていうのを模索って考えてます。そういうことですね。ありがとうございます。あとはね、今日大きな今、論点を出していただいた、いろんな大手の方とね、これからって方がいる中で、特にこれからの方をどう後押しするかっていうところで、ちょっと取り組みを分けられてるのか、こうしていった方がいいのかな、みたいな、県民さんの頭の中には、当然、取り組みは違うべきなのかなと思うんですけど。なかなか人材的にも費用的にもいろんな取り組みってできなくってですね、台湾の事情、事業で言えば、うちが北海道の味噌醤油としていろんなバイヤーさんに来ていただいた試食会っていう形で実施しているんですが、その時に招聘するバイヤーさんを本当にバラエティに富んだああ、とそういうこころをとです集ね。める、ちょっとですね、付加価値が高い。価格が高めの設定の組合員さんにも、ちょっと注目していただけるようなバイヤーさんを集めてくださいということで、コーディネーターさんに依頼をして、なるべくチャンスが均等にいくような形に持っていくっていうようなのが、今できる精一杯ってところです。そういうことです。当然、売り先がね、異なってくるんだと思うんで、それに合ったバラエティのあるバイヤーさんを呼ぶって、そんなイメージってことですよね。ありがとうございます。そこも非常に大事な点だと思うので、この後少し他の皆様からも伺いながら深めていければと思います。ケムさん、ありがとうございます。じゃあ続きまして、木桶仕込み味噌輸出促進コンソーシアムの、まずは河野様から少しこう取り組みの、特に最近力を入れていらっしゃるところとか、今のような課題のご認識とご紹介いただけますでしょうか。
企業系自己ミミソ、輸出促進コンソーシアムの河野です。よろしくお願いいたします。私たちの取り組みなんですけども、まずは、このミソというものが、まだまだ海外で認知されていないというところから、我々の企業系ミソに限っての今の話をさせていただきますけども、欧米ですね、企業系であったり、伝統的な部分っていうものを、ご理解いただいているというところがベースにある欧米をまずメインターゲットとして、その地域で木桶味噌を欲しいと言わせるための戦略ということを立てて、事業を実施しています。具体的には、まずは木桶味噌を全体を知っていただく、木桶味噌の素晴らしさを知っていただくためのウェブサイトを作成して、で、また木桶味噌の、良さですね。こういった特徴があるんだよというところを、まあ、優位性という言い方ではないんですが、味噌の、木桶味噌の特徴をしっかりと伝えるためのエビデンス、そして、海外に行って現地においての料理に使っていただく、マーケットインの、視点から現地の料理に使っていただくような形での、味噌の使い方の説明をさせていただいたり、いわゆる木桶味噌のブランドをしっかりと作っていくというような、作業をしています。そして、これが一昨年、昨年一昨年と行った大きい取り組みなんですが、本年度は、海外からバイヤーを招聘しまして、で、欲しいと言わせる作業として、各蔵をしっかりと巡っていただくということを行います。やはり、見る、感じるっていう部分は、お客様にとっては非常にインパクトが強い部分にもなりますし、それからその各、まあ、我々コンソーシアム、北は秋田から南は九州まで広くメンバーがいますので、各地域の味というものがしっかりとあります。いわゆる和食のベースになる、全国の各地の伝統食文化ですね。そういったものがありますので、各地域の料理をしっかりと、学んでいただくというか知っていただく。それによって、味噌の多様性というものがたくさんあるんだよと。味噌って素晴らしい。各地域にこれだけの味があるんだということを知っていただくことで、各地域の良さというものも知っていただきます。当然、その時には料理を実際に一緒に作ったりするので、味噌の使い方ですね。基本的な味噌の使い方だったり、応用的な使い方だったりという、まだ現地のお客様、シェフが使い方がわからないというところをしっかりとレクチャーしてあげて、我々がいなくても、ディストリビューターさんがそれを伝えるということができるというような取り組みをしていきます。ただ、味噌十何軒を回るとなると、お客さんも非常に消化不良を起こしてしまうので、キーワードとなる蔵を巡っていただくことで、まずはしっかりとディストリビューターさんが消化できることをする。そして、各地域の食材ですね。まあ、今回、輸出に取り組まれている団体様も一緒に巡っていただくことで、味噌以外のところも踏まえて、全国的なものも商品を輸出することができれば、全体の底上げということもできるのではないかなというふうに考えています。それによってお客様が、味噌の価値ですね。その地域のその味噌があることで、各地域の味も作れるんだよという底上げにもなってくるのかなと。というふうに思って、今回そういった取り組みをメインに進めていこうと思っています。河野さん、ありがとうございます。とても素晴らしい取り組みだと思います。まあ、さっきのね、ケンメイさんのインバウンドにもちょっと関わると思うんですが、さっきね、いろんな蔵が、かつ、まあ、木桶仕込みの味噌も全国的なので、あると思うんですが、とりあえずその全国回るのはなかなか厳しいかなという中で、ある程度こう、エリアはまとめて、例えば四国中心に回るとか、なんかそういうのは決められてる感じなんですかね。そうですね。我々の味噌というのはカテゴリーが非常に多くあるんですが、その中でも大きく分けると、5種類ほどに分かれます。その中で、お客様が理解しやすい蔵を今回3社、なるほど。を選定をして、ご提案させていただくということを考えています。そういうことですね。じゃあ、特定のエリアというよりは、その分類分けした上で、こう、分かりやすさで各そう地でをす選ぶね。っていう。おそらく5件になると、
移動距離も長くなりそうまですすかし、ね。時間の有効的な使い方もできないと。で、効率的な利用ということ、費用の使い方ということも踏まえての、判断というふうになっています。ということですね。ありがとうございます。ですね。その辺もぜひね、インバウンドにもね、河野さん、そういったところは、まあ、バイヤーさんに来てもらうのも素晴らしいですけど、消費者の方にもね、木桶の醤油とか拝見していると、小豆島にね、来たりもあるんですけど、そインバウンドにもつながっていくといい気がしますよね。そうですね。実際に、バイヤーが来たことのない蔵っていうところも実際訪問させていただくので、それによって、インバウンドの対応ですね。各蔵が、どういった対応をすればいいのかであったりとか、必要な、コンテンツを作っていくであったりとか、そういった、一助にもなればというふうに思います。ということですね。ありがとうございます。あとは、この大きなところで今伺ってて、改めて、まあ、我々もしっかり、味噌の輸出に貢献したいなって中で、やっぱり、まず、最終的な売り方としては、現地料理になんとか入っていけるように、やっぱり、なのか、それとも今やってらっしゃるような日本の料理に合わせていくのか、この差的にはお考え的にはどうですかね。そうですね、我々コンソーシアムとしては、欧米のレストランシェフをメインターゲットに据えています。っていうのが、国内、日本食レストランはですね、非常に伸びているというところはあるんですが、やはり現地化された料理にならないと、最終消費者様ですね、一般客まで、落とし込むことが難しいと。そのためには、まずレストランのシェフにしっかりと知っていただいて、味噌ってこれだけ素晴らしいものがあるんだと、これだけ多様性があるんだということを知っていただくことで、味噌の良さを知っていただくことと、それから、国内、味噌組合に加盟しているものでも800社ほどありますんで、我々味噌としてはですね、ブレンドという他社さん、他の調味料ではできないブレンドということができるので、いわゆる、例えばレストランのオリジナルブレンドであったりとか、なるほそういっど。たことができることで、それぞれのお店の強みというものもしっかりと出していけれるだろうと。で、最終的には、木桶味噌だけではない全体の味噌の底上げができることが一番望ましいというふうに思っています。そういうことですね。ありがとうございます。という中で、まあ、いろいろ聞いちゃってすみません。木桶の今、河野さんの味噌のこう、売りというか、訴求ポイントとしてやっぱり、醤油だと割とね、こう木桶復活のストーリーとかを主軸に押されているように見えるんですけど、味噌はやっぱり、まあ、そこもあるんで、割になるんでしょうけど、多様性とか、オリジナルできたりという、こう、もしくは中身というか、なんかそっちの方で押されている感じなんですかね。そうですね。ベースは、木桶醤油さんと同じで、木桶の素晴らしさということが一番あります。で、そこれのがある上と。で、味噌の、さらなる、なんですかね、多様性であったりとはい。か、まあ、スーパーフードという言い方は良くないんですけども、細かいいろいろな部分の素晴らしさですね。はい、そういったところが、我々の味噌のコンソーシアムの中心になって考えています。ありがとうございます。最後に、今ね、素晴らしい取り組みを進めてらっしゃる中で、こう、課題のご認識とかは何かお持ちそうでいですらっしゃるんでね、しょうか。課題については、やはり13社すべてが同じ温度感といいますか、輸出の経験がないというところがあります。やはり非常にたくさん出している蔵もあれば、まだ、少ししか出していない、あまり経験がない、また経験ができていないという蔵も当然あります。これらの、メンバーの底上げですね、平均化していくことも必要ですし、全体として、皆で売っていくというところですね。そのあたりの、まあ、温度感という言い方がいいのかちょっとわからないですけども、温度感をしっかり立てていきたいというところが今の一番大きな課題になっています。そうですね。ありがとうございます。まあ、先ほど北海道のね、ケンメイさんも、の部分だと思います。ちょっと後ほども、その部分、少し議論させていただければと思います。コウさん、ありがとうございます。池原さん、すいません。ちょっとご無沙汰しておりますが、なんおか、探しお今、りテレビ、ます。はい。ご無沙汰すいません。なんか、ご補足でしたり、清家みそ様の取り組みで、ポイントがあれば、補足いただけますでしょうか。そうですね。基本的には今、河野がお話をした通りかなとは思うんですけれども、今回、コンソーシアムとしてはですね、対象とする輸出国をある程度もう絞って、そこに向けた徹底的なプロモーションをしていこうというような、
今取り組みをしております。いろんなところ、ヨーロッパと大きくくるというよりは、例えばその中でも、この国でマーケットを取りに行こうみたいなのをみんなで、統一をして、今、活動を進めているところですね。なので、割と、どちらかというと広くというよりは、絞って、集中的にリソースを割いて、PR をしていくというような、方針で今、プロモーションしているところです。ちなみにそれがヨーロッパのとか特定の国って感じなんですか？そうですね。そこから、派生してっていうところで、今、やろうとはしています。あ、なるほど。確かに、どちらですか？ヨーロッパの国で言うと。去年ちょうど行ったのが、去年プロモーションしたのがイタリアでプロモーイショタンリア、させていただおお。きまして、聞いたな。そのあたりとか、ですかね、っていうところ。面白い。イタリアにしたのは何か理由があられたんですか？イタリアは、いくつか理由はあるんですけども、面白いなと思ったのは、味覚が日本人に似ているとよく言われているところもありまして、日本人以外に旨味を感じることができるのが、イタリア人だっていう話があったりですとか、そういう木桶とか、昔から続いている伝統製法に対する、その職人に対するリスペクトというか、そういったところへの、親和性みたいなところ。あとは、そうですね。それで言うと、木桶味噌ってそんなにたくさん作っているものではなく、本当にプレミアム感を持って、特定の届けたい人たちに届けたいって言ったときに、そのマーケット規模っていうところで見ても、比較的親和性が高いのかなっていうところもありまして、今、主力のターゲット地域の一つと選定をして、進めています。ありがとうございます。非常に面白いですね。ちょっと私、イタリアあんまり詳しくないので、またぜひ教えていただければと思いまぜひぜす。ひ、はい、ありがとうございます。では続きまして、石川県食品協会の吉田様、いつもお世話になっておりますが、例えば取り組みの今、ポイントでしたり、そして課題感等を教えていただいてもよろしいでしょうか。石川県食品協会の吉田でございます。あ、ちょっハウリング。とハウリングしてますかね。濱家さん、そちら2代目は来ていただいてますか？あ、2代目、2代目。大丈夫かな？大丈夫。まだハウっちゃってますね。ちょっと濱家先生に何とかしていただくとして、ちょっと一旦聞いていただけるかな。山根さん、すみません。先に お願いしてよろしいでしょうか。これは僕、山根さんにはいつもいろんな機会でお世話になっておりますし、ね、クラスターのご支援。地域単位での、取り組み、いろいろやっていただいている中で、ちょっと今日のテーマの、よりこう、クラスターで、実装に向けてもありますし、よりこう、取り組みをアップデートしていく上で、倉野さんの強い消費者の方についていただくっていうのもすごくわかりやすいと思いますが、山根さんの所感等を教えていただいてもよろしいでしょうか。まず私たちクラウン貿易、日本食を海外に輸出する商社で、かれこれ60年ぐらい日本食を輸出している会社でございます。で、やはり今、日本食ブームってこう世界中でね、起こってまして、確かに日本食自体は世界中でどん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 受け入れられるようになってきてるんですけども、一方でそのマーケットが広がってきたことによって、その日本のメーカーさんが現地で製造を始めるであったりだとか、あるいは現地のメーカーさんが自分たち、日本食調味料を自分たちで作り始めるだとかっていう流れができてきている中で、なかなかその日本製の商品をわざわざ買う必要がなくなってきてるっていうような側面というのが、海外においては、一定数出てきてるような状況の中で、私たちも実際に、アジア製の商品であったりだとか、現地で作った商品だとかを、その現地の日系、日本食マーケットに持っていくってことも知ってるんですけれども、やはりその日本のいいものっていうのをちゃんと伝えていくっていう取り組みをしていかないことには、これこそ日本食は世界中でブームだけども、海外で食べられてる日本食に日本で作られた食材って一個も入ってないよねみたいなことにならないのかなっていうような大きな課題感を持っているところでございます。で、一方でですね、じゃあみんなじゃあその日本製の商品に興味がないのかというところなんですけども、これも私、実際現地に入りまして、いろんな人に今話聞いてみますと、細かいことはやはり皆さん知らないんですけれども、一方で、そういう、実は日本製の商品ってこういうところがいいんだよみたいな話すると、それなりに皆さん興味持たれてるっていうところが多いので、そういったところをきちっと丁寧に発信していくことによって、また日本製のものじゃなきゃいけない理由っていうのは作っていけるんじゃないのかなというふうには思ってまして、
まあ、なんていうかな、それこそ、まあ、今、世界中にある日本食マーケットの面を取りに行くっていうのは、おそらくそういうこだわり商材においては難しいとは思うんですけれども、一方で、なんていうかな、まあ、そういうこだわりに対して共感をしてくださって、まあ、その商品を欲しいって言ってくれるような人っていうのは、世界中にまあその点で存在してるんじゃないのかなというふうに思ってますし、まあ、その点というのも、もうその日本国内だけじゃなくて、世界というと、広いマーケットで見た場合には、まあ、点を組み合わせるだけでそれなりの一定の面になってくるのかなという気がしているので、まあ、今いろいろなそういう思いのあるコンソーシアムの皆様と連携させていただいてですね、まあ、そういった発信をする中で、まあ、そういった新しいニーズというのを作っていって、まあ、それで商品を届けていくということをやっていきたいなというのが、まあ、私たちクラウンポイントにとっても新しいチャレンジだというふうに思って取り組みをさせていただいているところでございます。山根さん、ありがとうございます。点で勝負、こだわりの商品、点で勝負っていうのは本当におっしゃる通りだと思うので、ちょっとそこの点で言うと、まあ、アメリカ中心にやられていただいていると思いますが、まあ、具体的にその点って多分どういう、まあ、小売外食で、そのさっきのね、セレクトショップみたいな、ちょっとこだわりなところなのか、ちょっと e コマースみたいなものがハマりがいいのか、点っていうのをどうやって見つけるか、どこにあるのかなっていうので、ちょっとヒントがあれば教えていただきたいなと思うんですが。どうでしょうかね。そうですね。もうそれも商品にもよるし、誰が見てくれるかにもよると思うんですけれども、まあ、結局、なんだろうな、まあ、皆さんがこう発信されているのと同じような情報を流してるだけだったら、多分目に留まらないというところはあると思うので、まあ、こういった人たちにまずは届けたいよねっていうところをまあ決めていくっていうことが大事なのが一つと、あとはその人たちにじゃあどうやったらその情報が届くかなっていうところを、まあ、それこそまあ EC であったり、e コマースであったりだとか、オンラインだとかっていうのもそうですけども、片や、まあ、リアルに実地で歩いていって、その人たちを連れてくるだとか、自分たちで行って、まあ、話をしてくるだとかっていう、まあ、リアルやオンラインだとか、いろいろなところで、まあ、コンタクトを取っていって、まあ、当たりを探るというところが、まあ、非常に大事になってくるのかなと。なんていうのかな、私たちもいろいろな商品取り扱わせていただいてて、もちろん全部が全部成功してるわけではないんですけれども、やはりこの商品はこういう人たちにはまりそうだよねっていうところを仮説立てて、実際にその人にはまったっていうことができてくると、じゃあその人に近しい他の人は誰かなっていうところで、次の人に提案していくっていうのも比較的やりやすくなってくるので、まあ、ポイントとしてはその最初の一人をどうやってこう見つけて、その人に実際にまあ商品をまあ買ってもらうのかってところまで、突き詰めてやることが大事じゃないかなというふうには思ってます。ですね、ありがとうございます。おっしゃる通りだなという中で、それを、まあ、さっきね、オンラインとかリアルで回って見つけていくことが重要っておっしゃる通りだと思うんですけど、まあ、いろんなクラスターの方でね、皆さんこう、まあ、そういった現地感覚を持ってるメンバーばかりじゃない中で、やっぱ商社の方と連携して、そういうのは探っていくっていうのが山根さん、クラスターの運営としてはあるって感じですかね。そうですね。私たちは物を作ってる立場の人間ではないので、どちらかというと物売りに近い方だと思うんですけども、まあ、私たち輸出商社がじゃあベストなパートナーかといったらそうでもなくて、実はもうその先のもう、それこそ小売店さんだとか、レストランさんであったりとか、現地のお客さんに近ければ近い人ほど、まあ、その現地の人たちの生の情報を持ってると思うので、まあ、本来であればそういう人たちにコンソーシアムに入ってもらって、現地の声っていうのをちゃんとまあ聞いてもらうっていうのがベストのベストだと思います。ただ、現時点でまあそういった人たちがなかなかこう入ってもらえないであったりだとかっていうところにおいては、まあ、一定数日本側にいて、まあ、そういう人たちとつながってる我々のようなまあ商社もまあお手伝いできるのかなというところで取り組みさせていただいているところはありますけれども、もうそれこそ発行を核としたなんか、ローカル食品輸出モンソーシアムでしたっけ？ありますね。はい。とかではね、30。サンジェの佐藤さんとか、現地側でね、いろいろと活躍されてる方が、中に入ってやられてるとかっていうのは、やはりなんだろうな、どうしてもやっぱりその生産者の方だけで集まってしまうと、もちろんこだわりがあることはすごい大事なことなんですけども、どうしてもそのプロダクトアウトの視点になりがちで、このマーケットインのところっていうのはなかなかこう、外からの情報として入ってこなくなってしまったところは、一定のデメリットあると思いますので、まあ、そういったところからもアドバイスできる人間というのを、そのコンソーシアムの中に組み込んでいくというのは、まあ、結構大事なポイントではないかなというふうに思っています。ですね。山根さんおっしゃるとおり、そこが多分クラスターね、次のステップに行くためには、ね、そう、現地側の方に入っていただくとか、それはすごく大事だなと思うので、ぜひちょっとそういった形で、クラウンさん引き続き、山根さんいろんな
応援いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。また声も伺わせてください。吉田さん、濱家さん、大丈夫そうでしょうか？声出していただけますか？大丈夫ですか？どうですか？聞こえますか？あ、はい、大丈夫でした。すみません。ありがとうございました。あ、石川県食品業界の吉田でございます。私どもの団体はですね、まあ、先ほどのご紹介もありましたけれども、会員数でいうと280人もいるんですけれども、その中で、最近、まあ、国のそういう施策の後押しもあってですね、輸出をやりたいというような会員数がですね、大体まあ30から40ぐらいいるかなと。それで、私どもの団体は、その、扱っている、まあ、メーカーの商品がですね、もういろいろ種類だった。お酒から、味噌、醤油、まあ、調味料ですね、それから水産加工品、お菓子。まあ、いろんなものが規模は小さいですけれどもあるということなんですね、はい、でそういう中でそれぞれの会員さんが、まあ、技術も少し考えるような初心いわゆる、まあ、ビギナーといいますかね初心者の方から、うん、もうすでに20年30年もう大ベテランで、うん、職場を自分でもやれるというようなそういう方々から、うんまあ、いろんなレベルの方が混在しているで先ほど、うん北海道さんからもご指摘ありましたけれども、そういう方々にどのような支援をしていくかっていうのは、協会としては、まあ、マンパワーもいません、ありませんので、大変難しい問題だと思っております。うん、で、まあ、そういう中でですね、私どもは、県と、石川県とですね、まあ、ご支援をいただいて、表に一体となってですね、まあ、幸いなことに、石川県の中では、まあ、食品業界っていうんですか、食品工業というのが、県の基幹産業の一つとして位置づけられておりますので、そういう意味で県からもいろいろとたくさんの補助金もいただきながらですね、また支援もしていただきながら、いろんな事業をやっているというような、まあ、実情ですね。だからそういう中で、初心者の方を、うんまあ、まあこういう言い方はちょっと失礼ですけれども、気づいているというようなことも、協会としてはできませんし、そういう方のニーズにも応えていただければならない。うんしかし、まあ、国の輸出促進策の、いわゆる、まあ、金額、数字を上げるとしたらですね、やはりその、ベテラン、会員さん、ベテラン企業さんを後押しする方が、まあ、手取り早いかなというようなジレンマを抱えながら、まあ、やっておるような次第でございます。まあ、その中で、農水省さんのこの補助事業をですね、これまで3回か5食クラスター事業いただきまして、各種、展示会出たりですね、各地域へテストマーケティングとかですね、まあ、そういうものをやったりというようなことで、まあ、今年は米国だけに限って訴求しようかなと米国に、まあ、思っております。まあ、今現状はそういう感じでございます。伊佐さん、丁寧な整理ありがとうございます。石川県庁、濱家さん、何か補足あればと思いますが、どうでしょう。すみません。お世話になります。石川県庁、濱家です。すみません。石川県としてもですね、食品業界と一緒になって、まあ、輸出に取り組むというところで、やっぱり行政だけじゃ、やっぱり情報も偏るし、やり方も偏ると、やっぱ現場に即した形でという形で、食品業界と一心同体になってやってるというところと、やっぱり地方都市だけではですね、やっぱり輸出っていうところの、まあ、輸出しようって気持ちだけは高まるかもしれないですけど、アイディアとかやり方とかっていうところがなかなか難しいというところで、うん、まあ、農水省さんのクラスター事業とかですね、まあ、小栗さんはじめとしたアクセンチャーの皆さんにアドバイスいただきながらとか、本日ご登壇されているクラン貿易の山田さんにもいろいろとご相談させていただきながらですね、やっぱり外との情報とコミュニケーションを取らせていただきながらやれるっていうところが非常に、今の環境としてはすごいいいのかなと思ってございますし、まあ、皆様ご承知の通りなんですけど、今ちょっと石川県能登半島地震が起きてしまって、うん、やっぱり被災された事業者様、やっぱ地元での消費っていうところがやっぱり減ってきてるっていうところもあって、まあ、こういった形で輸出に取り組むってことが非常に重要かなと、まあ、今既存の売り先が戻ればまた状況変わるかもしれないですけども、今後に日本の人口で減ってくっていうところもあって、輸出って必ず必要だなというところもございますので、うん、まあ、これも一つの契機としまして、皆様のご縁も契機としまして、取り組み一緒になって進めていきたいなという思いでございます。濱家さん、ありがとうございます。じゃその中で、まあ、石川県の場合ね、まあ、石川県庁様がすごいバックアップしていただいているのも素晴らしいなと思う中で、吉田さん、石川の取り組みを私が見させていただいて、すごくいいなという、さっきの、まあ、北海道の県民様や、崎陽軒味噌様の課題でも一緒な、その、要は初心者と熟練者の方をどうバランス取るかっていう中で、で上級者の方が、その、
初級者の方を束ねて輸出されるみたいな、そんなことも石川ではね、吉田さん、ちょっと考えられてますもんね。それでですね、2年前にですね、食品輸出促進協議会協議と会。いう団体をですね、県の後押しをいただきながら作ったんですね。で、その構成員は、石川県庁の、商工労働部とか農林水産部をはじめとしてですね、国の、農水省さん、北陸農政局も入ってますし、それから経済産業省さん、から金融機関も入ってます、イエトルとか中小企業とか。まあ、そういうようなところが皆さん、その支援機関として入っていただいて、その協議会に参加すればですね、いろんなその支援機関の情報がいっぺんにそこで分かる、まあ、ワンストップ的な機能。で、そういう中で、お互いに意見交換をしながら、いわゆるベテラン組がですね、初級者、ビギナーにいろいろ、まあ、教えるといいますかね、知見を伝えるといいますか。まあ、そういう体制ができつつありますので、まあ、そういう意味では非常にまあ一体感が醸成されているのかなというような思いはしています。そうですね。ありがとうございます。濱家さん、割とその教え、今、吉田さんに言っていただいた教えるっていうところと、割とこの上級者の方が本当に輸出を、直接輸出をするというか、そういう仕組みも考えられてるんでしたもんね。そうですね。上級者についても、本当に自分たちの昇流っていうところを活かしながら、どんどん拡大していくっていうところに路線っていうところが進んでいます。まあ、初級者の皆様の商品を束ねてというか、その要は、昇流に入って、それもありましそうたでよすね。ね。それもあって、根菜で、上級そう、者の伝え直接てると。の直接の中で一緒にまとめて輸出するという例も出てきます。ですよね。ケンメさん、そういった形で、ちょっとね、今日最初にいただいた、そのやっぱり上級者と初級者の中で、まあ、石川のいい取り組みとしては、この上級者の方が要は直接輸出をされて、他の初級者のものも一緒に持ってってくれる。そうすると、大手の方にとってもメリットがあるので、まあ、これをクラスター予算使いながら、なんかそういうのも一つありかなと思うんですけどね。どうですかね。ちょっともし石川さん石川県さんの場合は味噌醤油とか他の商品っていう形になっていくと思うんですけど、私たちの場合はやっぱりこうアイテムが被るっていうんですかね、ああ、そうですね。はい、そこのところがちょっと難しいのかなと思って、何か参考にはさせていただきたいなと思いつつ、アレンジしなければちょっとうちには使えない手法かなと思っています。そうですね。冷は静い。に考えるとおっしゃってね。濱家さん、どうですかね。確かにそう、いろんな商品がばらけてるから成り立つっていうのは確かにそうかなってことですかね。そうですね。相手先のディストリビューターさんが1本であればできるので、同業他社でも同じディストリビューターさんと取り組みしてるんであれば、一緒に混砕物流っていうのはできるかなとは思ってございます。あとは、現地のディストリビューターさん間同士で、業者間取引がある程度、握れるんであれば、根菜で一緒に送るってこともできるかなと思ってます。そういうことですよね。おっしゃる通りですね。でも、河野さん、木桶味噌のところでも同じく、まあ、今日のテーマ、上級者と初級者の、まあ、温度感っていうキーワードもいただきまして、なんかね、お互いにこう、メリットがあるウィンウィンの、特に上級者の方だと思うんですけど、まあ、もちろん知恵を授けていただいてみたいなのはあると思うんですけど、なんかいいやり方ってちょっと伺ったりですけど、どうですかね。そうですね。私たちも、まあ、いわゆる A、輸出に対して A、B、C でランクをつけた場合、A ランクの常に輸出をしている人が、B ランクをしっかりとサポートして、で、C ランクの方にも教えて、で、C が B に、B が A になるというような、勉強会というものは、開いていきたいというふうに思っています。で、我々コンソシアムは、エリアが広いので、ジャンルが、味噌としてでも、いわゆる多様性がたくさん、多種多様となっています。なので、一ディストリビューターさんに、それぞれの商品を買っていただくということは当然できると思いますああ、し、これは品目が被っててもですね。そうですね。で、まずそのためには、味噌が素晴らしいんで、木桶味噌がいいんだ、欲しいんだということで、まあ、仮に3社なら3社が先に入って、で、そこで、しっかりと、金を醸成して、そこから残りのメンバーをしっかりと使っていただくというような流れができれば一番いいなというふうに今思って行動しています。いや、それは本当に理想形ですね。最初何社か入って、まあ、いろんな多様性とともに他のものを一緒に買っていただそうくですと。河ね。野さん、そういうことですそういうね。ことですね。はい。
確かにあります。それが理想形だ。ちょっと時間もあります。あれなので、山根さん、ちょっと今日のね、ディスカッションテーマで、ちょっと話題になったのは、もう大手の方、熟練者とまあ初級者の方が、まあ、それぞれいる中で、今のどうウィンウィンの仕組みを作るかで、どうですかね、山根さんから見られていて、こう、どういうやり方がいいのかっていうのは、お考えあればと思いますが。コンソーシアムって基本的に今同じ志であったり、同じ商品だったり、同じ地域だったりを囲えてらっしゃるんで、まあ、多かれ少なかかれ同じような問題抱えることになるっていうのが、まあ、基本的な、まあ、全体前提なのかなっていうふうに思っているというのが一つと、うん、まあ、その中で、まあ、私個人的に思うのは、やはりそのリーダーって絶対大事だよねというところは思います。リーダー。はい。やっぱりそのコンソーシアムの中で、まあ、先ほど勝ってる人と負けてる人が出るっていうところ、もちろん、それは全員が等しくっていうのはなかなか難しいかもしれないですけども、逆にその誰も勝ってないっていうのは、結局コンソーシアムとして認知されてないというか、うん、勝ててないってことになってくるので、まず誰か一人勝ってくれたら、それを、まあ、どうしても同じ、地域の誰かってなると、他人の芝は青いでね、どうしてもなんかこう、あいつばっかりずるいなっていうふうに思ってしまいがちだと思うんですけども、うん、それも含めて、よっしゃよっしゃというふうな、はい、感じで、まあ、仲間になっていくっていうのが、まず一つ大事だなというふうに思うのと、うん、あとは、まあ、結局、本当にその商品のファンになってもらうってどういうことなのかなってことを考えると、やはりその、一回商品使ってくれて終わりっていうんだと、まあ、結局、まあ、ファンでも何でもなく、まあ、その時ただつながっただけでってことになってくるので、本当のファンっていうのは多分繰り返し商品を買ってくれるっていうような方だと思うんですよね。うん、そうなった時に、まあ、その先ほどのパイを、あいつ若いずるい俺のやつ使ってよっていう感じのやつっていうのは、そのパイを奪い合うっていう形かもしれませんけども、そのパイを広げるっていうことを考えた場合には、まあ、最初にこの商品使ってくれて、面白がってくれたんだったら、次は違うこの商品もあるよっていうことで、うん、他の商品にも手を出してもらうみたいな感じで、まあ、その1回ファンになってくれた人を、まあ、そのなんていうかな、そのコンソーシアムの商品の中で回遊させるといいますか、まあ、その繰り返しその使ってもらえるようにするにはどうしていけばいいかなっていうふうな、まあ、機運というか考え方になると、うん、まあ、それこそなんていうかな、仲良くできるといいますか、うん、みんなで頑張っていこうよというような気持ち、うん、動機づけになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、丁寧にありがとうございます。そういった機運と、まあ、さっきのね、河野さんのような、こう、最初が入って広がっていくような、なんか仕組みというか、そういうのが広がっていくといいということですね。ありがとうございます。ということで、ちょっとまだまだ伺いたいことがあったんですが、次の合同相談会もありますので、ちょっと今日、聞いていただいている方も、ちょっとこの場で質問ってちょっとしづらいかなと思う中で、今日、登壇いただいた皆様、すごくご知見と、すごく現場感を持って、試行錯誤されている皆様だと思うので、ぜひ、この方とつながりたいとかがあれば言っていただければ、皆様の確認を経た上で事務局にてご紹介もできればと思いますので、ぜひ今日の出会いと学びをちょっと各クラスターで生かしていただければというふうに思っております。はい、じゃあ今日まずパネルディスカッション登壇いただいた皆さん、ありがとうございました。